もしもマックイーンから目白成分が抜けたらに対するみんなの反応。今から目白玉を作りますわ。皆様よろしければほんの少しだけ目白を開けてくださいませ。目白系以外を滅ぼしますわ。マックイーン、怖いから先に手あげてみて。こうですの？あっあっ、目白が吸われていきますわ。このままではただのマックイーンになってしまいますわ。目白マックイーンの目白抜きとか野球とクソ映画とスイーツ好きな美少女になってしまう。このままでは私の面白成分がなくなってしまいますわ。大変ですわ。ついでにマックから吸い取った目白成分を具現化させると原案マックが出てくる。見たいマックイーン、もっと手を挙げろ。ただの面白い阪神ファンの女になってしまいましたわ。目白成分が抜けておとなしくなるゴルシ。むしろステゴの成分強くなって暴れ出さない？ゴルシから目白成分抜けたらスタミナのない馬になってしまう。ゴルシから目白抜けたら要はでかいステゴなのでは？つまり目白とはスタミナ？目白ドーベル、目白抜きはどうなるんだ？ドボ。ドーベルから目白特有の負けん気と性欲を抜いたらただ人に怯える女の子になっちまう。アルダンから目白を抜いたら中二病にならない？何ですか、目白はお清楚などスケベ成分だとでも言うんですか。アルダンから目白が抜けると、健康で快活な女の子になっちまう。目白って身体に変調をもたらす呪いか何かなのか。目白の毒性を受けてなおパクパクですわ。できるマックイーンはまさしく最高傑作だったんだな。あう、ライスのマックイーンさんを超える思いも吸い取られちゃった。く、箸が止まらないんだが、これが目白の力。貴様らはこのミスター目白様の頼みでも危険と申すのか。ライアンから目白成分が消えて普通の乙女チックな女の子に。目白抜けたパーマーはどんな子になるんだろうな。キャルってるのも半目白的なところがあるだろうし。パーマーから目白成分抜いたら、幸せになりそう。吸われていくとなぜかどんどん若返ってミンキーモモみたいな髪型になり始めるおばあ様。超目白玉ですわ。くしゃみをしてうっかり目白玉を放ちそう。興味深いねえ、目白玉、手を挙げてみようか、実験開始だよ。コーヒーが飲めるようになったよ、トレーナーくん。ブライトさんは目白玉作って何しようって言うんですか。目白系以外を滅ぼしますわ。そして春の天皇賞をすべて目白の名前で埋めますわ。のほほんとした口調の一方で発言内容が物騒すぎ。マックイーンが目白吸われてただのマックイーンになってるんですが、それは。お前も今日から目白ができなくなるからものすごく奥手になるよ。目白とは一体。ああそうか、目白とはウマソウルとは。目白が抜けて普通のトレーナーになった担当をもう一度目白に染める展開。たとえ目白の力をすべて使い果たしたとしても、私たちは一心同体ですわ、トレーナーさん、涙を浮かべた笑顔。単体でトレーナーの一生を籠絡してくる目白を集積されたら来世どころじゃなく魂を囚われそう。ブライトのシナリオ、目白の力を合わせるみたいな展開ですげえいいから迷ってる人は思い切って引いておくんだぞ。なんでほんの少しって言ってるのに目白家本人ですら全部吸われてんだよ。闇のトレーナー、いいだろう、コッパみじんにしてやる、あの地球人のように。ブライトあの地球人のように？トレーナーさんのことですか？トレーナーさんのことですか。ああ、ブライトならめっちゃ引き伸ばされるのも理解できるな。偉そうなことを言いやがって。貴様ら目白家は罪のないトレーナーをさらわなかったとでも言うのか？だから吸われた、目白玉を刺しながら。社大グループククその程度か。マックイーンから目白を取ったら映画俳優になって人食いアメーバと戦うとかいうゴルシもびっくりの気候を始めてしまうぞ。マックライアンパーマードーベルブライトアルダン。抜け殻になってて芝。そうきたか。コピペ用かと思ったら。あれ？これ全員まともになってるんじゃ。集めてるブライトまで抜けてるのかよ。一番近くで手を挙げてるからな、そしてブライトだからな。目白に染まったトレーナー様から目白を吸い取ってまたトレーナー様を目白に染める。永久機関が完成してしまいましたわ。10回目くらいで干からびてそう。
すまんが、みんなの目白をくれ。待ちかね玉も作ろう。ただの福来たるおはようございますトレーナーさん、ねえ、にゃーさんですか？背負ったままレースなんてしたら危ないでしょ。初期設定の声になってそう。私は待ちかね福来たるっぴ少女ボイス。ただのタンホイザです普通の馬娘です。福来たるなのか、タンホイザなのか、どっちなんだい？タンホイザだー。あー。目白のすべてが、うん、わかってきた。そうか、これが、目白の、ゲッターの力。ほわー。ただの怯える少女ドーベル、千代ちゃんと一緒に悪い子にしなきゃ、辛いことを我慢しない子にしなきゃ。SS 俺のマブダチを、返せ映画部。マックは甘いものを我慢するし、ライアンはたまに筋トレ休むし、パーマーはちゃんと勉強するし、ドーベルは乙女妄想を控えるし、ブライトは普通に流暢に喋るし、アルダンは男の股間をいじらない。最初からいじらんわ。みんな、おかしくなっちまった。おかしいのかな、おかしいのかも。あれ、おかしいってなんだっけ。ああ、私の目白も吸われていきますわ。目白薄いですよ、何やってるんですか。流暢に喋るブライト怖すぎん。出力もとこそ少ないがエグい濃度で競り合ってきそうなアグネス玉。アグネス玉を集め爆散させることで全員の目からハイライトが消え、芝ダートが英的性になる。マックイーンが南ジェイお嬢様部になる。私の鈴鹿玉の方が早いです、一人分。フェニックスとラスカルとマンボエルの鷹ではないが待たれるところ。メジロ玉&アグネス玉の凄さは理解した。もう一方の成田玉の詳細はいかほどで？成田玉は薄いピンク色をしていて、何やらヌラヌラと湿っている。触れると手に吸い付き、じんわりぬくい。赤成玉じゃねえか。ゴルシが白くてでかい捨て子になって大暴れしてるから早く返してあげて。ゴルシ怖かろう、悔しかろう、たとえメジロをまとうと、心の弱さは守れないのだ。マックイーンから味覚奪うのはさすがに鬼畜すぎる。集めたメジロを叩き込まれた馬がどうなるかも見たい。メジロトップロードです。この弾を受けてからスタミナがすごくすごいんですよ。ゴルシ卿は、メジロのすべてを話します。メジロとは、人類が生み出した悪夢、覚めることのない悪夢。メジロとは、メジロ玉が完成するとき、その時に勝利しているのは私たちですわ。これがメジロ玉ですわ。とても危険なものなので丁重に扱わないと。ヘックチョンポロ。こうして世界にメジロが放たれた。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。